Japan presents Festival TV, and on the show tonight, Momo Kazuhiro to 6ers! King Fest TV をご覧の皆さん、こんにちは。Momo Kazuhiro to 6ers です。Yeah! Here we go! Thank you, Ame!味がする私、1曲目から緊張のあまりピックを落としてしまいました、曲の途中で、はい、すぐ落とすどこに行ったっけ1個しか持ってきてない ピックは大事に使わないとねじゃあ次行くよ、はいよ、はい、ピンチヒッターいつでもすぐ飛んでくから声かけてねいつ呼ばれてもいいようにほら準備万端さDee-dum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 -
9回裏に七人いる。ここが運命の別れどころ。技術と経験がものを言う。まさに僕の出番だよ。僕の仕事さ、敵も去るものここで勝負に出るべきだ。お立ち台に立ってフラッシュ浴びてる。その様を嘘するだけのベンチウォーマーはもうゴリゴリ。声かけてね、君の人生にはまだ僕がそう必要なのさ。いい音してますね。やった。お、桑原さんリアクションまだないですよ。ありがとうございます。有吉さんどうでしょう。いい音、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK、はい、でまず、うん、一体何があって、うんうんうん、こうなったんですか。うん、まず僕と有吉君は、まあ、桃和弘のソロ活動の中でずっとベースを弾いてくれてて、うん、まあ、2人で、ね、うん、弾き語りでツアー回ったりも以前からしてたんですが、23年の秋ツアー回ろうと思って、うん、有谷君と2人で回ろうと思ってツアー組んでたんで、そこにキューちゃん参加してくれるっていうことになり、この3人で、うん、おで 69ers、 うんうん、69年生まれ、1969年生まれ我々。え、そうなんですか。そうです、うん、69ers、 うん、うん、69ers の響きいいですよね。いいですよね。僕70年で72年ですよね。72年、うん、なんかほら6と9ロックだし、ロック、うん、なんかちょっとロックンロールの卑猥な感じもあるし。もすぐ 69ers にたどり着いたんですか。有谷君が言ったんだっけ。そうだね、うん、この3人でツアー回るっていう時になんか名前つけたいって言って、あー、うん、で桃と2人で飲んでる時に、うん、同じ年だからなんか69をなんかちょっと入れたいねっていう、うん、69年生まれの、うん、じゃあ、 じゃあ皆さん付き合い長いんじゃないですか、うん、まあ、別々で、うん、お互いの例えば第一印象って覚えてる、うん、うんうん、もちろん覚えてる、はいはい、
例えば有江さんとは。有江さんはもうそれこそ四半世紀前ぐらいですか、うん、もっと前か、もう超えてるんだ、ね、30年ぐらい前から地元福岡で地元からの付き合いなんですか、うん、お互い、うん、あのバンドをやってるシーンの中で一緒で、なのでまあ3つ年上だから、俺が20歳ぐらいの時ってもう3つ年上って結構上じゃないですか、うん、だ特に福岡の音楽シーンにいる先輩ってやっぱ昔怖い人ばっかりだったんで、その中で一番優しい先輩そうなんですか。そうそう、飲みに行ってもずっと笑わかしてくれる先輩で、ね、いつか一緒にやりたいねっていう話を当時からしてたんです、ね、うん、いいですね。今はもう30年以上も、そうですね、こうやって一緒に、うんうん、久原さんとは どう初めては東京出てきてからですけど、うん、あ、出会ってからは古いよね、割と。まあもうそうだね、20年、デビュー当時ぐらい、デビュー当時ぐらい、僕らがモーサムで東京来てすぐ知り合ったんで、うん、でまあもちろんね、ミシェルガンエレファント知ってたのでご挨拶したら、キューちゃんはすごい僕に対して敬語で喋るんですよどうも久原和幸と言いますとかっつって、ミシェルガンエレファント知ってます知ってます、やめてください、敬語やめてくださいって言っても、いやいやいや、え、久原さんどうしてですか、そうだったっけ、うん、なんか仲良くなる気がないのかなっていう、線引き、逆に、ね、線引きとしてね、そう人見知りなんですよね久原さんはどういう第一印象を持ってますか、有江さんと桃さんの。あ、ね、有江君とはね、今回で急接近なんですよ。すごいベーシストがいるっていうのは聞いてたんですけど、うん、一緒に演奏する機会が今回が初めてで、うん、気になってた人だったので今回は、うん、ラッキー、うんうん、で一緒になれて、ね、一緒に飲んでみたらものすごい広いでかい飲むだってリズム帯もうこの音がちゃんとしてないと、うんうんうん、もちろんももさんが出す音にも当然もう2人に任しときゃ楽ですよ、ね、僕何もしなくていいかなっていうぐらい、うん、久原さん、ももさんもすごい何かお酒好きじゃないですか、うんうん、どういうイメージがあった、例えばあ、また酒好きの方が周りに1人増えたとか、どうですかいや、その演奏するのと同じぐらいもうドキドキしてるわけですよ、こっちは。その、うん、よく飲むっていうのは聞いてたから、うん、ライブ前もライブ中もライブ後も、うん、そこについていけんのかなっていう心配はしてた心配は不要だったんですかいや、寝てましたけどね、よくね、打ち上げでね、うん、力尽きて、うん、2人が飲んでらっしゃるところで、あ、まあ、いろんな多分そういう伝説あるんじゃないですか、酒の席での。なかなか言えること言えないことありますからね。そうですね、ありますか、言えないことも。いやいや、どうだっけな、もう忘れちゃうんですよね。幸せだよね次の日の朝、あれ昨日どうやって帰ったかなとか、そういう感じなんですけど桑原さんはだから最初はちょっとビビりって言ってたのは、そのね、お酒ライブ前にお酒飲むっていうのがもうあんまりないからっつって、うん、言っときながら3人でツアー始まると率先して飲むし、なんならハードリカ一番強いやつなんですよ本番中に、うん、飲み方が下手なんですよ。だからもう終わった頃にはもう終わってて俺自身ヘロヘロになった。せっかく楽しい打ち上げなのになんかいないっていうさ飲み方下手で教わりますよ飲み方ちゃんと、うん、皆さんとの、お話はですね来週も続けたいと思いますが、うん、2曲見てもらって2曲またここで皆さんにですね見てもらって、でまた来週お話しましょう。はい、オーライ。じゃあライブに戻りましょう。
そうだから嫌になっちゃうわ。くしゃくしゃ中身が嫌になっちゃうわ。誰も知らない夜逃げ込んだモデル、ここから一歩も動かないって今決めた。シミだらけの壁紙と机の引き出しに聖書一つ、ずぶ濡れの私にお似合いなシチュエーション、できればもっと揺さぶってほしいけど、新しい曲ができたわ。タイトルは Potato for People 世界を救う歌。ここへ押しかけてくるはず。そしたらみんなまとめて羽つけてやるわ。世界を救うの。
空も飛べるさ。